めっちゃお腹痛くなってきたんだけど。でもまた、お前家で何回ウンコ行ったの？4回。でもウンコつくんだけど、それちょっと怒らせないで本当に。なんでそんなイライラしてんの？あ、お前のウンコのせいで家で喧嘩してたんだよ。渋谷でも喧嘩してたよね。うん、そうだよ、お前がウンコ行きたいとかって言うからさ。マジ腹立つんだけど。なんでそんなイライラしてんの？え、だってさ、デートでしょ。うん。仲直りデートしこう。そうだよ。デートしこじゃねえや。デートでわざわざさ、いろいろ回ったんだ。ちげえだろ。表参道来るっつったのにさ、なんで原宿連れてきてんの？すいません、それなんですけど、実はあの以前竹下通りで、だよね、来たよね、はい、ナンパされるまで帰れまてんっていう企画をやったと思うんですけど、やったよね。その時の音声データがですね、ちょっとあの不具合により音声が入っていなくて、今回え、待って、お蔵入りになったってこと？はい、あの取り直しでわざわざここまでやってまいりました。お前さ、どっちで言ってんの？あの前回やった企画って多分2、3時間かかったじゃないですか。かかった、突っ立ってた、まあ、2、3時間かかって、まあ、ヘトヘトになって企画終了したと思うんですけど、しかもナンパされなかったの。はい、でその時、うん、結構ミラクルなことが結構起きて、そう、バンバンザイのルナちゃんに会って、そうなんです。それで動画撮りましょうってなって、はい、仲良くなったのよ。仲良くなりましたね。で、ついその後 DM でも挨拶させてもらって、はい、お蔵入りになったの。どう説明すんの？ちゃんとナンパされるまで帰れまてんだったのに、しんちゃんのことを知ってるファンの子たちが溢れすぎてナンパ企画として成立しなかったんだよ、うん、ただその時の音声データが、うん、全部あの音声入ってなくて、うん、今回再撮影でわざわざ竹下通りにやってきました。はい、はい、で今回ありがとうございます。今来ましたよね、はい、今回の曲これです。何？今回の曲は、はい、うるせえなー、おい、 JR とタイマー貼ってこいよお前。今回の企画はですね、うん、あの竹下通りで、うん、あの声をかけられたら、うん、しんちゃんからお金を募集するという企画になります。はちょっと説明下手くそでしたっけ？下手くそでした、もう一回。あ、すいません、ちょっと日本語まだ難しい。前回言ったらナンパされた後に原宿の竹下通り俺ら来たことなかったから、プライベートとしても過ごそうと思ったんですけど過ごせなかったから、今回は竹下通りを、まあ、ぐるぐるロケしてもらって、はい、その間にファンの子から声をかけられたら、はい、しんちゃん罰金するっていうシステムで撮影をしようかなと思ってまたやってきました。あ、ごめん、ちょっとまだ日本語わからない。あ、私お金ないよ。いや、お金あるよね。だって今日デートで来るってお金用意してきたもんね。うそ、うちプラダの最悪は。ふざけんなよ。あなたがそうやってウハウハしてる時に俺はこの企画を考え、わざわざ竹下通りにまたやってきたんです。え、じゃあ、はい。はい。無視ってありですか？無視もありですよ。あ、ありなんですか？制限時間は？制限時間は約1時間ですね。竹下通りをぐるぐる回ったら多分1時間くらいかかるから、いろいろと行ったら。竹下通りって何を見るとこがあるの？知らんけど、まあ行ってみようよ、それは。え、離れないでね、マジ。私、人見知りなの、本当に。はい、これが、食べたい。土曜日の竹下通りだ。え、なんか人やばくない？竹下通り。多いよ。一旦クレープ食べてもいいですか？いいよ。しんちゃんちゃんと並ぶんだね。Sorry, sorry, sorry. Hello. Hello, I'm French. フランスの方だって。あ、そうなんや。パリス。おお、パリだって。すごい。My name is Momo. もう、しんちゃん。しんちゃん。しんちゃん。Nice to meet you. Enchanté in French. おお。Say it. Enchanté. Enchanté? Enchanté. 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 何か食べましたか、こっちで。何？ん？美味しかったもの。いいと、いいと。ヤミー。ガンジャ、ガンジャ。What's this? C'était bon.美味しかった、セテボ。サブディアミ、セテボ。美味しかったもの。美味しかった、セテボ。ああ、美味しかった。国際交流が行われた。Thank you. Thank you. いや、すごいよ、しんちゃん、うん。15分ぐらいで外国人と仲良くなるなんて。ね、世界進出しちゃうよね。え、マジで自分の才能初めて知った。そんなことないから何食べてんの、それ。うん、生クリーム食べてる。あ、まあ普通のアイス。ね、さっき俺さ、もう視線しか感じないの。声かけれないんだよ、マジで。待って、ちょっと待って。いや、視線がもう多すぎる。ちょっと待って。いや、わかる。それはわかるんだけど、うん、もし前回と一緒でナンパされるまで帰れまでんだったら、うち、さっきのでクリアしたんよ。確かに、確かに。お前やってんわ、マジで。あ、あそこ。あ、あそこあれじゃない？ここやろ。何が？ルナちゃんと会った。あ、ルナちゃんと会った。そう、ルナちゃんと会った聖地巡礼。聖地巡礼。え、なんかルナちゃんと会った時は、うん、普通の女の子だなって思った。やめろ。え、でもね、超有名人だ。なんかいい匂いした。キモ。え、でもなんか途中で人が集まりすぎて、はいはいはい、やっぱりルナさんがさん、ね、来てるっていうのと珍しいもの見たさみたいな感じになって、原宿の警備員みたいな人に怒られちゃったんだよね。その時の映像が音声入ってないけど入れようか。それではご覧ください。
はい、ここからはみんな大好きしんちゃんがアフレコでお送りいたします。お蔵入りにするのはもったいないということで、若いオスと戯れてる私を少しご覧ください。皆さんお待ちかねのルナちゃんはもう少ししたら出てくるから、ちょっと待っててね。ねえねえ、 LINE 教えてよ。ごめんなさい、私 LINE やってないんです。皆さんお待ちかねのルナちゃん。この日お昼にニンニクパスタ食べたから、ニンニク臭くないかなと思って、めっちゃうち自分の口臭気にしてるんだよね。え、あんた毎回さ、撮るときさ、自分だけ小顔効果使おうとしてんじゃん。ねえ、ちょっと待って、それ言わないって約束だったよね。え、てかこの人彼氏さんだよね。うん、セフレじゃなくて、うん、彼氏。ルナちゃん、今度ご飯行きたい。いいよ、バンバンザイ。ハンカチ忘れたから、あんたの手貸して。バイバイキーン。え、待って、ルナちゃんと握手してた方ですよね。バンバンザイ、ルナ。待って、ルナちゃんですか？顔違う。あ、そうです、ルナです。私がルナです。いかがだったでしょうか？ごめん、あの余分な高校生も多分入ってると思うから。あ、本当に本当に。だからあれはすっごいマジで 2,3 時間頑張った私にとってご褒美だったわけ。あの、ね、ルナちゃんじゃなくて、あのあれね、男子高校生が、男子高校生が若いヨスが寄ってきて本当にご褒美だって思ったんだけど、はいはいはい、まあ、まあ、ちょっと僕のミスで音声入ってなかったので、本当くらいなんですが、まあ、その時の映像は今さっき流したので、まあ、それを楽しみつつ、ちょっとしんちゃんのロケを楽しんでもらえたらと思うので、早速行こうか。マジ人多すぎて行きたいところにも行けない。うん、でもなんかさ、最初さ、マジで破産しちゃうとか意気込んでたくせにさ、まだ今罰金されてないんやけどやっぱ海外だね、ここやばいんだけどあ、やばいよ、どうする？あなたが判断してよ。どっち？どっち？小学生の子が。何？小学生の子が。小学生の子が見てる？あ、しんちゃんですか？あ、ごめん。写真撮ってもいいですか？わかんない。ちょっとクレープ食べ終わってからでもいいですか？待って待って、その前に声かけられたじゃん。その前にお金払ってくれないと。あ、遊びじゃないんだよ今 YouTube の企画でしんちゃんって声かけられたら、罰金として彼氏に1000円払わなきゃいけないんですよ、私は。だから全然安いもん、安いもん大人になったら1000円って安く感じる大丈夫大丈夫。じゃあ写真撮りますね。はい、嬉しい。嬉しい、はい、あー、よかった。ありがとうね。2000円だから、獲得金額2000円なんで。え、だからかけられるのすっごい嬉しい、すっごい嬉しいけど、次は逃げるって決めてるでもさ、たまにさ、名前知らないやついるじゃん。あー、なんか知ってるみたいな感じの、ミーハーのね。それ結構悲しい、私わかんないでしょ、誰もしんちゃんのことなんて。あ、 TikTok で吠えてる人なんだろうなと思う。しんちゃん見てるよ。うわー、びっくりした。ね、頑張って。ありがとうございます。唐突のしんちゃん見てるようだった。いや、マジで流れ玉だったよ、本当に。てか、もっといろんなとこ行っていいからね。そんな、肩にはまらなくていいから。いや、肩にはまるとかはまらないとかじゃなくて、私別に竹下通り好きじゃないし。はいはい。あ、ちょっと切れてる？切れてないっす。この企画に切れてる？切れてないっす。え、なんか、プリクラ取り行きたくね？え、待って、500円私が払うけ。はい。久しぶり。すごい可愛い。ちょっと漏れてる。チュロスを味選べるらしい。マジチュロスは別にいらない。ポテトがいい。ポテト食べたらちょっと機嫌良くなるから。ああ、いいじゃん。じゃあ帰る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 。ああ。なんかこのあいみょんの歌が刺さるね。もう少し僕に近づいてほしくて。電池なくなっちゃったんで、急遽スマホになっちゃったんですけど、今日の合計金額ですね、まあ、1時間約1時間もありまして4000円です。これが底辺 YouTuber の、まあ、実態ですね。なんで前来た時はさ、数人さ、2、30人くらいの人に声かけられてさ。はいはい、まあそうですね。別にさ、指名の調査に来たわけじゃないんだよね。はい、それはもちろんそうです。いや、
のになんで私のせいみたいな感じになってる。まあでも竹下通りが全てじゃないから、まあ次また来た時はめちゃめちゃ声かけられるように頑張りましょう。もう来ない、二度と外でロケしない。いやそれはするでしょ、今もなおちらほら見られてるかもしれないですけど。ちょ見ないで。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。しんちゃんバイバイは今食べてるの。